土曜の夜に大酒くらいゴケブリはふんずがまえて、あれあ、唐揚げにして、これ、お前の番組じゃないのこれ。いや、似てるけど違います。11時ですよ、まだ。お前知らないの？なんだ今週から海賊チャンネルが早くなったの、お前知らないの？めってそういうことまたじゃねえよ、お前、あんまり遅刻が多いんでね。えかほら、視界も変わったんだぞ、これ。見てみな。あれこれ本当？そうだよ。歌わない、参ったな。なあ、これだよ、まあ、笑っていいともについてこれもしくじちゃったのよね。本当に、うん、まあそういうことで今日はですね、所ジョージ海賊チャンネル交番記念総集編でございます。とりあえず今の私のご気分は、今夜は最高、弁当はどこだという本が今発売中です。お前それ聞いてなかったぞ。なそう、弁当は無理だ。差し上げますか。バカかポン。あれこれはあるよ、ほんとね、これこの番組は音と光の未来を開くパイオニアの提供でお送りします。こんばんは営業スマイルのためだな、ということで今夜は総集編でございますですね。素敵なパートナーはこの方たちです。牛山明美です。西由紀子です。松根彩です。若林博美です。そして今夜の素敵なお客様は斉藤晴彦です。もうね、あいつらリズム取ってはねえとね、集団で喋れないんですよ。思ったもんだな。いやー、斉藤さんといえばこの間のほら、あのオペラ、オペラと言いますか、もどき、もどき、あれが反響を呼びましてですね、はあ、もう見たい見たい、 VTR 稼い、いろんな反響がございまして、あら、あら、人ごとのように言ってる。そうですか。それではですね、これはアンコールが多いんで、総集編というよりはアンコールでお送りしてみたいと思います。ちょっとご覧ください。窓口より名前を申し上げ、失礼にございますが、お菓子の年の飲めいか下川十三さんとおせられるお役さんのお宅はこちらでございますか。良いにございます。修行中のものです。こりゃなんと驚いたもんだ。秀次郎じゃないか、懐かしいじゃないか。これは兄弟、まあいいからあだけよおやぶさん、この島は元はといえば父のもの、何も言わず何とか返してもらえたと。お前さん本当は何か考え違いを知っていやしねえかい。矢の一家最高、これがお前さんにとって一番大事なこと。お龍さん、秀次郎さん、長いしたってろくなことね、あとはおいらに任せなせ。早いとこさっさと帰んなせ。世間様の裏街道行く、あたしたちに大事な神器です。せめてこれだけの数字を守らな、あたしたちは人間のクズです。
にはやったには喧嘩とか口がつきものさ。どう張るのは儲かるけど怖い警察相手にせねならん。それでは親分ここらで一つ私が壺をこんな具合に振りましょう。お龍さん無駄な博打はやめて。お龍さんこの男は悪い。いいかさま賭博でお龍さんを自分の室にしようとしているんだ。この野郎本当になんてことを言いやがる。兄弟だと思ってりゃとんでもねえやつめ。ヤクザにとって大事なのは一心一番の恩義。ふざけてなんてつまきにして放り出しちまえ。我慢ももうこれまでばい。下河原の十蔵め覚えときんしゃい。あたし一人で殴り込みばい。あいつをきっと地獄に送るばい。地獄なら私もお供します。こんな体でなんてこと言うんです秀次郎さん。ここは私に任せんしゃい。どうせなら快楽のただ中行きたい天国へ。棺桶に似てるあの虫風で行くぞ。トルコへ金続く限り行くぞ。トルコへ女房にゃないしょ。ところがなんだか知らんがこれから行ってはならない。すなわちトルコと理由はトルコの国民誇った無力な愚劣な誇りある。トルコの国家と国民トルコと違うよ。トルコはトルコだトルコと違うよ。トルコの都はあんからあったら一体なんてね。トルコはダメだよ言ってはダメだよ。日本の狼を何とかしろよ。はいはい分かった直すよ。これからトルコはトルコと言いません。健全娯楽のイメージなければダメだよ。お風呂は体にいいのだ。だけどもやっぱり切腹読むにはいささか具合一丁悪かんべ。そうブランドだこれにしよう。はじめはどことなく気持ちがいい。トルコとは言えないの。トルコと言えないトルコ風呂。トルコと言えない。それは何なの。この忙しい何考えてんの。はじめは弱くそろそろ感動さする。それからやらしくあっくり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 さすりまくる。気持ちがいいでしょうが濡れるでしょうが。おじさんにかかったならば今夜は最高よ。くり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 返すっと鑑賞。みんな懲らしめてやるさ。一人二人じゃ面倒まずはになってきんしゃい。やろやろ言われちゃいないから切らなきゃならない。こんなの一人や二人や三人わけもないはずだけどというわけが強いんで一人二人と切られちゃうのさ。やっちまえ。裏切り者をうさい舐めるなよ。叩き殺すぞ。裏に骨髄まで生かしておけるか。三枚おろして刺身にしてわさびでくる。お前も対抗して俺はお龍さんと正体を放って細長き昨日だからさ。土星の義理も果たせねえ。
お前なんぞにやられねえ、死んでたまるか、生きてりゃ天国、女も抱けるし男も抱けるし、うまいもの食べていい酒飲んだ、とにかく死んだらおしまいだからね、やられりゃ死ねえと思いねえ。それだけ喋れば未練はないだろう。お前のあの男じゃまして、カス飲んでのんびり暮らして、死んでくれ、クズだけ死んでくれ、そんなと一緒になりたいのだからね、死んでもらいます、そう死んでもらいます。最後まで本当にありがとう。この辺で幕を閉じます。それでは皆さんさようなら。すごいあ、いや、なんでいるんですか。いや、まあこれ好きなの。いや、これ好きなの。ヒューローエンターテイメント、エンターテイメント、お政治言ったね。面白いでしょ、これ。面白いです。この番組やった後ですごい反響で、他の曲でも 2,3 やったでしょ。あ、やりました。あの、題名のない音楽ってなりました。題名のない音楽からやってる。東京交響楽団っていうね、何十人ってオーケストラの前で冗談やったんですから。もうニュースは面白かったでしょ。ニュース俺見てないよ。ニュースをね、あのアイネクライネナハートムジークでやるんですよ。例えばどういう風になるんですか。今日午後中曽根総理大臣、今日午後中曽根総理大臣はっていう配布に行くわけです。アメリカの偉いさんとちょっと会見して、何を喋ったんだかよく分からないけどとかね。ところがなんだか。この番組は音と光の未来を開くパイオニアの提供でお送りしました。トルコの国家と国民、トルコと違うよ。